生っ粋の体験ガチ勢の装備マイセットを7つ紹介します。サンブレイクの発売が迫ってきたので、今のうちに体験の装備を準備しとかなきゃなーって焦ってる方も多いんじゃないでしょうか。マスターランクの強力な個体とは序盤ライズの装備で挑むことになるので、準備が不足していると非常に苦労すると思います。それに体験に必要なスキルって何なのかいまいちわかんないって方も多いんじゃないでしょうか。サンブレイクではストーリーを進めながら次々に装備を行使しながらモンスターと挑むことになるので、必要最低限の知識がないと太刀打ちができません。でも大丈夫です。体験の累計使用時間1500時間超、約100本のライズの体験の攻略動画を投稿してきたひなあられの体験マイセットを7つ紹介して、またそれだけではなくて、私がこれらの体験をどのようなことを考えて作ったのかも解説します。そのためこの動画を最後まで視聴すれば、強力な体験の装備を作るために必要な考え方が理解できるので、サンブレイクで大活躍できると思います。実際に基本的に私はこの7本の体験しか使っていません。もちろんサンブレイク発売後もガンガン体験の攻略動画を発信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録おすすめいたします。それでは本題です。今回は装備を組む上で工夫したこと、体験のマイセット7選、実践の順で解説します。装備を組む上で工夫したことを説明します。まず最初に一番大事なことを言います。あなたがどのような目的を持ってライズを遊ぶかによって作るべき体験は変わります。モンハンライズにおいては最強の体験装備っていうのは存在しません。こちらは今回紹介する体験を図にしたものです。火力を追求すればするほど快適さを失いますし、上級者ではないと扱うのが難しい体験も存在します。私の場合は基本的に2パターンの遊び方でライズを遊びます。1つ目はライブ配信です。ライブ配信の目的は視聴者に体験の楽しさや力強さを伝えたり、ファンの方と交流することです。なのである程度快適に狩りをしつつ、火力も出せるようなバランス構成にしています。狩りの最中も視聴者と話すことを優先したいので、あんまり扱いが難しい体験は使いません。2つ目はタイムアタックです。タイムアタックには限界まで火力を追求した装備が必要です。故に扱いが非常に難しいですが、その火力は計り知れません。タイムを追求していく過程でプレイスキルが向上していくので、私は定期的にタイムアタックをするようにしています。それではまず使う体験から解説していきます。私の場合はズバリ百竜体験一択です。もちろんナルガ体験も強力ですが、性能はどちらも同程度です。百竜体験は火力こそナルガ体験より高いですが、会心率はナルガ体験に劣ります。なので基本的にはファイトのアイルーの強化方向が発動して、会心率が 30% 上がっている時は百竜体験の方が平均火力は上で、逆に会心率が上がっていないのであればナルガ体験の方が平均火力は上になります。よってナルガ体験の場合は攻撃力や状態異常攻撃に特化している火力を2匹連れていき、百竜体験の場合はファイトのアイルーを1匹以上連れていくことで進化が発揮されます。これらの体験の使い分けについてですが、アイルーの強化方向が鍵となります。この効果時間は2分半で、クールタイムはアイルーが1匹で大体1分程度とされています。なので戦いが長期になればなるほどクールタイムが読めなくなるので、短期決戦の場合は強化方向頼みの百竜体験がいいと思います。よくわかんないって方はナルガ体験にしておけばいいです。私の場合は原則狩りは短期決戦に持ち込むことが前提になっており、配信の際はマルチになることが多いので、アイルーが最低1匹以上いますし、タイムアタックの時も原則1匹はアイルーにするので、基本的に百竜体験を選択します。また百竜体験は外見を変更できることも大きな魅力ですよね。私の場合は SNS 上に狩りをアップすることが前提になっているので、体験の力強さが伝わるような見た目にしておくことも重要だと考えています。次に百竜強化についてです。百竜体験の場合は2つのタイプが主流です。私は匠を2つつけて切れ味を白20にして、短期的に火力を上げる短期型にしています。青の切れ味40で火力を少し下げて長期で運用する長期型もあるんですけど、私の場合は短期決戦に持ち込むことが多くて、タイムアタックの際もモンスターが睡眠している時に刀を研いでしまうので、20も切れ味があれば十分だからです。次はどういう構成にするかどうかです。まず体験の構成は大きく分けると2つに分けることができて、隆起活性を使用する隆起型と隆起活性を使用しない非隆起型です。隆起活性は体力 80% 以下で特殊竜やられになり、攻撃力が上昇します。体力をコントロールする必要があるので扱いは難しいですが非常に強力です。そのため体力を一
定以下でコントロールできれば隆起活性が発動するので隆起型の方が火力は高くなりますが、体力を維持しながら戦うと隆起活性が発動しないので、その場合は非隆起型の方が火力が高くなります。なので体力をどれくらい維持しながら戦うかで使い分けすればいいと思います。よくわかんないよって方は、月光座の時は隆起型で、新タメギの時は非隆起型を選択しておけばいいかと思います。私の場合はタイムアタックをするときは原則お団子火事場で狩るので隆起型を選択します。配信の場合は新タメギの場合は体力を維持して戦うので非隆起型を選択して、月光山の場合は被弾を想定して隆起型を選択しています。次はどういうスキルをつけるべきかです。体験にとって一番重要なのが集中スキルです。体験にとってのため技は非常に重要で、ため技を使いこなせるかどうかでモンスターに与えれるダメージは決まってきます。集中はそのため時間を短縮するスキルなので非常に重要なわけです。入れ替え技を新ため木にする場合は集中を3にすることを推奨します。一方で入れ替え技が月光山の場合は、ため中にモンスターからダメージをもらいたいので集中の数はお好みで構いません。特にこだわりがなければ2以上にしておけばいいと思います。ただしサンブレイクでは早替えで戦闘中に技を入れ替えれるので、今後はどういう入れ替え技セットを使うのかで集中スキルの数を決めるといいでしょう。また入れ替え技についてはモンスターごとにどちらを選択すべきかは一度まとめているので参考にしてみてください。次に重要なのが弱点特攻と超会心です。モンスターの狩猟においてダメージを与えた際に会心が発生するか否かは非常に重要です。会心とは一定の確率で発生しますが、発生するとダメージが 1.25 倍になります。弱点特攻スキルがあればモンスターの肉質45以上の弱点部位を攻撃すると会心が発生する確率が大幅に上がります。そして超会心スキルがあれば会心発生時のダメージ上昇補正を 1.25 倍から最大 1.4 倍へ上昇させます。どちらのスキルもレベル3にすることを推奨します。私も必ずレベル3にしています。次に防御系のスキルで重要なのは気絶耐性です。気絶状態になってしまうとモンスターにやられてしまう確率がぐっと上がるので、気絶を完全に防止できるレベル3にすることを強く推奨します。私も原則レベル3にしていますが、お団子カジバ TA の場合は被弾をあまりしないのでつけないこともあります。サンブレイクではカウンター技が導入されたので立ち回り次第では削れるかもしれませんね。次はひるみ軽減です。マルチプレイをする場合は味方の攻撃にひるまされることがあるので一つはつけましょう。ただしソロの場合は必要ありません。体験のほとんどの攻撃にはアーマー性能がついているのでモンスターの攻撃を見極めればひるむこともありません。そして最後におすすめするのは精霊の加護です。精霊の加護の発動確率は 25% でレベル3にするとなんとダメージを 50% も軽減します。マスターランクのモンスターの攻撃力は半端ないと思うので重宝すると思います。ちなみにお団子スキルの防御術大の効果も今作から精霊の加護と重複するので合わせて使うといいでしょう。私も配信の際は強力な個体と月光山で戦う際はつけることが多いです。ただこれをやってしまうと難易度が一気に下がって見応えがなくなってしまうこともあるので、配信の盛り上がりに応じてつけるべきか考えるようにしています。それでは私の体験のマイセットを順に7つ紹介します。どの装飾品を使ってるかに関しては全体スキル図を見てもらって、緑色になっていれば装飾品が関与しています。まずは配信の時に使う体験からです。火力と快適さを両立しているので使い勝手がいいです。一つ目は汎用火力体験です。お守りは弱点特攻にアキスロ2を使います。使用シチュエーションはモンスターから被弾をせずに素早く狩りたい時です。この構成の魅力は被弾しないっていう状況下では平均火力が高いっていうことです。ファイトのアイルの強化方向で会心率を 100% にしてやれば平均火力はナルガ体験を凌駕します。1スロが3つ余っているので風圧耐性にしているので流風圧にため切りで対抗できます。ただこの枠はお好みで構いません。新ため切りで戦える相手は大体この装備で戦っているので一番使用している体験構成です。また百竜の炎言の非火事場の TA にも使えます。2つ目は猛毒対策体験です。お守りは弱点特攻にアキスロ2を使います。使用シチュエーションは猛毒を放ってくるモンスターとの戦闘です。この構成の魅力はテオの炎鱗の恩恵によって毒や猛毒にならないことです。猛毒は毒耐性では防げませんのでこの装備で無力化すれば安全に狩りができます。強化個体の大名槌や主リオレイヤーに使っています。3つ目は龍騎耳栓体験です。お守りは耳栓にアキスロ2を使います。2つ空いているとベターですが1つでも OK です。使用シチュエーションは方向小以下のモンスターと戦う時です。この構成の魅力は
耳栓にで方向を完全に無効化できるので狩りがぐっと楽になります。方向の種類についてはこの表をご覧ください。強化個体のマガイマガトと戦う時に使ってるんですが、実は方向小なのでライズの看板モンスターなのに意外と声はちっちゃいみたいです。4つ目は龍騎精霊体験です。お守りは精霊の加護3、アキスロ 2-2 を使います。使用シチュエーションは強力な個体と安全に戦いたい時です。この構成の魅力は精霊の加護で守りを固めているところと、ファイトのアイドゥの強化方向次第で火力も期待できるところです。また逆恨みが5になっているので体力をうまくコントロールしていればさらに火力が上がります。月光山を想定しているので集中は0ですが、新タメギにする場合は逆恨みを2つ削って集中を2にします。重大事変の主人王がとか主ディアブロスに使っています。それではこっからがタイムアタックの際に使う体験です。少し扱いが難しいので狩猟時間を意識して狩りをするときに使えます。5つ目は龍騎集中体験です。お守りは集中にアキスロ2を使います。集中の代わりに超会心や匠でも同様の構成が作れます。使用シチュエーションは体力を8割以下でキープして集中3で狩りたいときです。この構成の魅力は非常に高い火力を出せるにもかかわらず集中3で戦えることです。なので新タメギリと相性がいいです。百竜体験で龍騎活性型にすると集中を3にするのがめちゃくちゃハードルが高いんですよね。私の場合は重大事変の主玉見つねに使っています。集中2でも戦えるんですけど、私の場合は集中3でタイミングを覚えちゃってるんですよね。6つ目は龍騎月光体験です。お守りは攻撃3、アキスロ2を使います。使用シチュエーションは月光山で集中なしで戦う時です。この構成の魅力は全て攻撃スキルに振っているので非常に火力が高く、平均火力はナンバーワンです。ただモンスターによっては集中が2つあった方が戦いやすいので使用用途は限定されます。主陣王側はこの体験で戦っています。最後7つ目は龍騎逆襲体験です。お守りは逆襲3、アキスロ 2-2 を使います。使用シチュエーションは体力を8割以下でキープして意図的にぶっ飛ばされることを想定して狩れる時です。この構成の魅力は逆襲さえ発動してしまえば瞬間火力がナンバーワンであることです。ぶっ飛ばされた後の30秒間攻撃力が25も足されるのはあまりに強力です。力の5符と爪と怪力の種を付与した際の合計値と同じなので、いかに25がぶっ飛んだ数値なのかがわかると思います。強化個体のバルファルクはこの体験で戦います。襲撃をコタル爆弾で返しつつ逆襲を発動させます。コタル爆弾のタイミング次第で他にも相性がいいモンスターはたくさんいると思います。最後に今回紹介した体験の火力の比較表を貼っておくので、気になる方は画面を止めてご確認ください。他にも当チャンネルでは抜刀体験、回復体験、神速体験、KO 体験っていうのも紹介したことがあるんですけど、私はある程度の火力を発揮して短期決戦にしたいので基本的には使いません。しかし快適に狩りをしたいのであれば扱いも簡単なのでおすすめです。体験マイセットの紹介は以上です。もちろんサンブレイク発売後どんどん装備は更新されていくと思うので、その都度装備を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。これからも一緒に体験を楽しみましょう。それでは実践です。それでは最後に紹介した龍騎型の逆襲百竜体験でライズの最強候補の一角の角陽動乱のバルファルクに挑みたいと思います。また入れ替え技はタックル、シーン、タメ切り、ハンティングエッジのデフォルトの構成になっており、カムラの里狩猟犬分庁の第6回で紹介された一番使用率が高い組み合わせになっています。効率を度外視して火力だけを追求するのであれば装備も入れ替え技もこの構成になるかと思います。それでは簡単に解説をしていきます。序盤はスタンチを貯めることや猫火事場の準備をしたりバフを使っていきます。次の突進攻撃で猫火事場ラインに持っていくんですが、このタイミングで線香を投げればちょうど龍騎中速を行ってくれます。なので少しタイミング的には遅れてしまいましたが、すかさず線香を投げます。線香でよろめいているときは隙があるのでスタンチを貯めておきます。次バルファルクの長い攻撃モーションが来たので、このモーション終了後に1000個の芽生えが解除されて龍騎中速を行ってきます。なので新タメギリの準備をしておきます。龍騎ダウンを取ったらすかさずハンティングエッジを胸に向かって放って最高点からジャンプタメギリを放ち、切れ味補正の 1.3 倍を確保します。そして新タメギリで弱点を打ち抜きます。次はタックルを使ってスタンにするんですが、ハンターの左に倒れることを想定して事前に左を向いておきます。そして新タメギリを頭に当てるわけです。
次起き上がる際はハンターの左を向くので、ジャンプの方向を調整して頭の付近に位置取りをして新ため切りの準備をします。無事新ため切りを頭に当てれました。今回は隆起型の逆襲レベル3を使った百竜体験を採用しているので、小樽爆弾を使って襲撃を回避しつつ逆襲を発動させます。頭の部位破壊をしてひるみましたが、次流域収束してくることは変わらないので新ため切りで打ち抜きます。2415ダメージ、さすが瞬間火力ナンバーワンの逆襲体験ですね。ダウン中に新ため切りを当てたら、ハンティングエッジとジャンプため切りを使って双流状態にします。混合ため切りの TA と比較すると、睡眠状態にしなくても双流状態にできるので、バルファルクのタイムアタックにおいてはハンティングエッジの方が理論的には早いと思います。ここで壁に3回当てるんですが、送流時間を短縮しすぎると隆起収束のタイミングがずれるので注意が必要です。今回は送流時間においてはかなりギリギリを攻めています。そして起き上がったら隆起収束をしてくるはずなので、新ため切りを使って狙い撃ちます。弱りマーク出ましたね。最後ハンティングエッジを使って最高点からジャンプため切りを放ち、強投げ払い新ため切りで頭に合っていきます。これでフィニッシュです。はい、いかがだったでしょうか。サンブレイクに向けて装備を作るのも大切ですが、体験の立ち回り方についても練習しておくと今後役に立つかと思います。狩猟タイムは2分58秒でした。それでは今回は終わります。バイバーイ。